質問をいただいております。ときメモ以外にそれ系のゲームで好きなのありますか？ときメモ2のエンディング曲で泣いちゃいましたね。うん、俺にはこんな青春なかったなって悲しくなっちゃって。あとはなんだろう、ときメモっぽいゲームで言えばパワプロのサクセス、でもそういうことではない。恋愛シミュレーション的な感じで言うと、同級生と同級生2は借りてやりましたね。でもね、それらはもうスケベするでゲームですからね。目的がもう違うから違いますね。なのでそういう純粋なっていうか恋愛シミュレーションで言うとそんなにやってない。っていうかまあときメモもうあんなね、お前ら付き合ってんだろもうって思うけどね。あんな高校在学中にデート行ったり一緒に帰ったり修学旅行一緒に回ったり、ただ手出してないだけですでに付き合ってる。あんなものはふざけやがって、という感じです。妬みそねみ。まあときメモやろうと思ってて、ソフトどうしようかなって、中古屋で売ってればいいんだけど、なかったらねプレステ3のアーカイブ版を買うか。まあやったとしてもぶつくさ言うことには変わりない。バカ野郎畜生と。あ、もうテトリス今終わりです。